こんにちは。こんにちは。本日もスカジャン研究家でテイラー東洋企画統括の松山さん。松山です。よろしくお願いします。お越しいただきました。よろしくお願いします。いきなりですけど、はい、これ同じもの着てらっしゃるんですよね。そうですね。むちゃくちゃこれいいじゃないですか。ありがとうございます。緑一色でって、はい、あんまり僕見たことないんですよ。スカジャン、テイラー東洋でも初めて。そうですね。緑一色って。はい。実はですね、ちょっと後ろ見ていただいていいですか。こちら40年代の、まあ40年後半のまあヴィンテージ、古いやつですね。そうです、初期のものですね。はい。スカジャンの中でも初期のものなんですけども、実際緑一色じゃないですか、ヴィンテージが。そうですね。こちらまあミリタリージャケットタイプの一重のものなんですけども、片面だけのやつですね。そうです、そうです。なんですけど、それをこちらのまあスカジャンのオーソドックスな形に置き換えまして、襟にして、でただ色はグリーン一色にしたんですけども、そしたらめちゃめちゃかっこよくできちゃって。いやこれはすごい、このまたね鮮やかな刺繍というか迫力がたまらんですねこれ。すごいですよね。もうぐいっとこう見開いた目とかですね、大きく開けた口だったりとか、あとこのバランスっていうんですかね、そう本当もう絵画といいますか、絵心のある方が刺繍を施したものなんですよね。近くでこうやって見ると、この運針とかがすごい方向がいろんな向きに複雑に走ってるし、なんていうんですか、この盛り上がり方っていうんですか、なんかこう見ると立体感がむちゃくちゃあって。もうなんかね、ヴィンテージのすごさ、かっこよさっていうのを超えてきてんじゃないかなぐらいのね、かっこいいこの目の刺繍とかすごいですよこれ。そうなんですよね。もう本当におっしゃる通り盛り上がり方が本当半端ないですよね。立体的で。いやこれはちょっとね、欲しくなっちゃう。ぜひぜひ。これこの間近で見たら、もう。心奪われる刺繍ですねこれ。ぜひどうぞ。でこのグリーン色って最高、珍しいですよね。最高です。これってよく見るとこう加工してるですね。気づいちゃいましたやっぱり。いやいやいや、加工感がすごいリアルに出てるんで、これエイジングモデルなんですよ。はいはい。結局ですね、もう当時と同じ素材ですね。アセテートだったりとかの染めだったりとか、あとこのまあ糸もレーヨン紙、光沢のレーヨン紙を使っているので加工ができるわけなんです。エイジングの同じ素材なので70年経ってますからね。ちょっと時間を早めてそこに近づけたっていうことなんですね。これテイラー東洋ならではの技術ですもんね。そうなんです。ありがとうございます。真似できないですよねこれは。いやこの雰囲気はまあ、言葉選ばず言うとずるい、すごい、すいません、かっこいい。スカジャンといえばリバーシブルじゃないですか。そうですね。裏気になりません？いやいや、これの裏は何持ってきてるのかなと、こちらなんですけどね。それは気になります。青、もうそっか、こっちもしっかり加工が、こちらも素晴らしい刺繍なんですよね。うわ、虎ですね。こちらもその後ろに飾ってあるこちらがヴィンテージになるんですけども、はい。これは年代的には、はい。こちら50年代初期のものですね。これは50年代初期の古いやつですね。はい。そうなんですよね。あとその今色落ちですよね。こちらもエイジングももちろんエイジングモデルなので、はい。すごいこう上の方が色が薄くなってるんですよ。ヴィンテージも肩の方がやっぱり色落ちしてて、だんだんこう濃くなってみたいな、そういう感じですもんね。はい。そうなんですよ。まあそういうところも忠実に再現してるわけですね。しかしこの虎すごいですね。はい。本当に表というか、まあグリーン側のまあ竜もすごいんですけど、この虎も実はすごいんですよ。一番の特徴がですね、ちょっとわかりにくいんですけど、このなんか耳の下のこの渦巻き、はい、このなんかダリのひげみたいななんかはい形してるんですよね。はいはい。あとこう色がその黄色に黒の縞模様が入ってるから、まあ虎ってわかるんですけど、ところどころ見ていくとですね、なんか虎っぽくないような妖怪みたいなすごいなんか怖い虎といいますか、めちゃめちゃ芸術的といいますかですね。ああ、そういう表現がね、そうなんですよね。確かに迫力のある目ひんむいちゃってね、もうすごいですよね。その目がですね、この目の周りに赤いこうこれもだからその目力をこう強調するためにその入れてるんですよね。花の周りも普通じゃないじゃないですか。普通だって花ってピンク色ですよね。これって黒い花にして周りをこう赤でこう囲ってて、なんかすごい特徴っていうか独特な刺繍なんですよね。虎っていっぱいありますけど、またこれはその中でもすごい秀逸な虎。そうなんですね。めちゃめちゃ芸術的なんですよ。なんか尻尾のこのギザギザだったりとかですね。この胸の部分のふさふさ感がすごい出てて、そうなんです。毛並みがもうすごいですね。でこちらはあれですね。そのグリーン側は40年代後半、でそのブルー側は50年代初期なんですけども、一応そのダブル A と言いますか、もう両 A 面で。これをまた普段だったらですね、両面年代合わせたりとかするんですけど、今回ちょっとずれてはいるんですけどね。この虎とこの竜だったら、それぞれ別々で出しても両方買っちゃう人いるようなものを、そうなんですよ。一緒にしちゃったんですか。2つ合体させちゃって、めちゃめちゃ贅沢なものなんですよ。これは両 A 面っていうのはまさにそういうことなんですね。最高の一着ができてしまいましたね。お客さんからしたら嬉しいですよ。はい。どっちもこんなすごい刺繍が入って超お得ですよね。お得だと思う。いやお得ですよ。はい、最高ですよね。これはすごい。で、ねどっちもすごいリアリティのあるこのエイジング。はい。そんなことしなくても十分売れるんじゃないかって思っちゃうんですよ。素人を考えると。でもここまでやっぱりすごいものだからしたくなっちゃうんですか。いややっぱりとことんやっちゃった方がいいかなと。すごい、はい、その辺は松山さんのこだわりが強いわけですね。ありがとうございます。もうこれで一本動画終わりでいいのかなぐらいに思っちゃうようなものなんですけれども、はいはい、またこっちにも一作あるじゃないですか。これもエイジングモデルなんです。あ、これって黒だから、青ほどはっきりとしたエイジング、あでも。こうやって見ると全然違うわ。そうですね。光の当たり方でエイジング加工されてないともっとすごいサテンがキラキラしてるんですけど、これはもうそのエイジング加工を施すことによって生地がこうマットになってて、光沢が少し抑えられてて、この首元っていうんですかね、この背中の上の方なんかは少しマットになってエイジングが強い部分ですよね。はい、大人っぽくないですか。いやこれはこれでまた和紙ですよね。これはこれも実はそちらにヴィンテージがこちらはもう配色、黒かけるシルバーだったりとか、あと注目していただきたいのはこのトリコロールのリブですね。もうヴィンテージもそうですよね。そうなんですよ。すごくないですか。これがもう70年前にあったものなんですよ。はい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 。50年代初期。あとこちらの最大の特徴っていうのがこの周りのこの波しぶき、なんかこうね華やかな感じになってて、これも色を分けて作ってるんですね。そうですね。やはり和装刺繍の方がの刺繍なので、その日本のそういった伝統的なところってすごいこう取り入れてるんですよ。例えばこの波のしぶきだとすると、もう有名な葛飾北斎の海の波裏でしたっけ、こう形状ですね。波の形。ちょっとロールしてる感じですもんね。これってトップラインが。はい。現代のその特殊なこうカメラで撮らないとなんか分かんないような形っていうのは確か葛飾北斎はもう肉眼で江戸時代に分かってたんですよね。という浮世絵のエッセンスも入ってるっていうことなんですね。あと波しぶきもそうなんですけど、ところどころにその波のちょんちょんってこうドットがこう出てるんですけど、これもすごい芸術的じゃないですか。いわゆるリアルな水玉を表現してるわけですね。そうですそうです。こういうね、ここも大好きなんですよね。本当に素晴らしいです。これは黒でしっかり、やっぱ前見ると余計にこの加工感もよくわかりますね。ちょっと黒が薄くなって、はいはいはい、そうなんですよ。いやなんかこれもすごい贅沢、竜があって虎があって今度わしが来てっていう三大モチーフことなわけですね。そうですそうです。これ今この黒も大人僕ってすごくいいなと思って見てたんですけど、はい、この襟元からちらりと、はい、あんまりスカジャンで見たことない色が覗いてるんですけど、この裏は何ですかこれ。気になっちゃいますよね。気になります。ここの色だけでいいですか。裏返しちゃって。はい。実はですね、そのちらっと見えてるところって、いわゆるナスコン。のこう、まあ、いろんな見えてると思うんですけど、実はこれネイビーなんですよ。大前提加工モデルです。はい。ここはまあ、はい、実際この色ですねがマットに色が落ちてこのようにナスコになってるんですよね。これはまたすごくコントラストが効いてますね。はい。加工の。そうなんです。そうなんです。いや刺繍もすごいまた、はい、これも珍しい理由。はい。眉毛がすごい。またこちらにヴィンテージが飾られています。こちらも50年代初期のものですね。へー。この全身の竜ですね。こう顔がここにあってぐるっときて。さっきは顔だけでしたけど、はいはい、今回は全身で。はい、でも雲がこうの中をこう長い体がこう見え隠れしてて、でこっちに尻尾が出てるんですよね。うん、はい。はい。でここに富士山がいるんです。富士山とまたこの桜もいい感じのバランスで入ってますね。なんか構図としてすごい完成された、はい、そうなんです。綺麗ですよね、あとこのなんですかこうユニークなというかこう笑顔に見えるこの龍ですねそうです。楽しそうに飛んでる雰囲気というかね、はい、そうなんですよ。笑顔に見えますよね。で色もなんかこうちょっとね、はい、鮮やかな色があって、あとですねこのジャパンの文字見てください、でっかくないですか。まあブロック体も珍しいんですけど、普通筆記体ですもんね、ジャパンって。しかもでっかいんですよ。確かに確かに。それはもうヴィンテージに準じてるんですよね。あと本当だ。あとこの一色のネイビー一色のこのリブ、これもヴィンテージに準じてます。ネイビー一色のリブっていうのも珍しいですね。いや珍しいですよね。普通ラインとか入ってるのが多いですもんね。はいはい。いや。このグラデーションで着といて、はい、鮮やかな刺繍があった上で、はいはい、ビッとここで締めるってなんかそんな風に、ね、はい、でこちらも、もう両 A 面なんですよね。ですよね。胸の竜もあこれかっこいいですね、はい、顔が、はい、この顔はさっきの顔とまた違う感じ、はいはい、この顔素晴らしい。でヴィンテージもそうなんですけど、胸の竜が白い竜なんですけど、背中の竜はもうゴールド、あ本当だ、黄色い竜なんですよ。これもヴィンテージに準じてるんですよね。そうなんです。それもかっこいいなと思って。確かに言われて気づく。はい、いいですよね。これもやっぱりあれですか、落ちてる部分マットになってるんですか。そうですね、マットになってますし色も薄くなってますね。程よくこう70年が経年変化した雰囲気っていうのは出てます。すごいその雰囲気が抜群ですね、これね。そうなんですよ。なんかまあやっぱり龍と龍柄がついてるのは干支にかけてるんですか、来年の。まあそうですね、やはり気づきます来年辰年ですからね。そうです。2024年は辰年ですね。辰年になってから買おうと思ってたら、もう手遅れっていうことになっちゃいそうですよね。これどっちもね。ただまあそれはそれで私も龍地獄考えてはいるんですけどね。来年？はい。もちろん考えてます。そうか。はい。そうか。そりゃそうですよね。いいですね。なんか次から次へとまだネタあるわけですね。いやこのね今日の2着はすごいものを見たって。2着ともすごいですよね、すごい A 面4つ見たわけですから。そういうことです、いや贅沢な今日は動画になってると思いますよ、これ。ありがとうございます。今日はこの両 A 面のエイジングモデル、はい、いやもうお腹いっぱいですね。これは本当にすごいものを見せてもらって。ちょっと待ってください松田さん、まだあるんですよ。これいいですか。あ、ちょ、はい、何まだあるの？まだあるんですよ。まだあるのこれ。待ってください。はい。こちらこの前紹介させていただいたベトちゃんですね。そうですね。こっちは元ですか？元になったヴィンテージ。あ、いえ。松島さん、違うんですよ。似てますよ。あ、いや、はい。実はですね。はい。ベトちゃんでもエイジングモデルっていうのを展開してるんですよ。ベトちゃんのエイジングモデル。これは、じゃあこれのエイジングモデルってことですか？そうです。こちらがデッドストックバージョン。はい。でこちらがエイジングモデル。これどう見ても古着ですよ。だってありがとうございます。いや実はですね、ベトジャンのこうヴィンテージもすごい研究しまして、スカジャンってこう色の濃淡あるじゃないですか。そうですね。こうやってグラデーション生地なんで。でベトジャンの方っていうのはこういう全体的に色落ちしたものっていうのが実はヴィンテージでよくあるものなんですよね。ヴィンテージだって言われても全然違和感ないですよ。まあそれ今準じたと言いますか、ヴィンテージに準じてこういった全体的にマットな生地っていうので永順加工してるんですよ。色のこのだって汗方なんてまんま古着じゃないですかこれ。そうですね、こう様子当てていただけるとすごい嬉しいんですけど、もう本当にもうこの色全然違いますよね。わ、ここまでできちゃうんですか。もう古着ですよね、はっきり言って。いやヴィンテージショップに並んでてもおかしくないですもん。なんかこう刺繍とかも全部ちゃんと古着になってて、ヴィンテージな感じになってて、色が落ちてて生地も汚れてて、そうなんですよ。この龍なんかも良くないですか、出来が。これ初めてですか。いえ、ベトちゃん初めてではないです。最近展開してるんですけど。最近ですかこれ。すごい評判が良くて。いやこれはそうですよね。だからもう動画でも紹介したくて。はいはい、そうなんです。いやこれは確かに、はあ、今回ですね、エイジングモデル、エイジング加工されたものっていうのをのテーマで今回この3着を持ってきたんですけども、私はもともとヴィンテージから入ってますので、本当にその古着の雰囲気っていうんですかね、あれがやっぱ大好きなので、それをこうどうにかこう新品でそれを表現できないかと思って。でもめちゃめちゃ苦労しました。すごい時間かかってやっとできたんですよね。ね、なんかこの商品を見てすげえなって思うんだけど、そこの苦労の部分っていうのは僕ら着る側はあんまりわからないじゃないですか、はい、でも着てかっこいいなと思えたら、はい、多分それは松山さんの苦労のおかげじゃないですか。ありがとうございます。まだ自分で買ってもいないのに、もう自分で買った気になってますけど、私すごく今困っていて、はい、もうすでにこの秋冬僕、はい、オーダーしちゃってる別鎮のスカジャンがあるんですね。そうなんですか。ありがとうございます。お店に取り行かなきゃいけないと思ってたところだったんです。それなのに、はい、今日これを見てしまったんで、はい、もう困ってますどうしようかな。でも迷うほど、ええ、こう欲しいっていう気持ちがあるわけじゃないですか。いやそうですもん。これもうそういう時は、ええ、両方いっちゃうしかないですよ。絶対後悔しますよもう私がちょっと言うのもなんですけども、時間差ずらしたら売り切れてたとかあ、そうすごいショックですもん、ね、ショックですよね。で後からなってね、欲しいと思っても手に入んないですし、ちょっと一回頭冷やして冷静に考えて、はい、どっちにするか。いや両方ですよ。あ、両方か両方にするか片方にするか、片っぽにして後悔するか、両方にして満足するかですね。ですね。そう考えますぜひ悩んでください。ありがとうございました。ありがとうございました。いや今日は悩む回だこれ。